はい、始まりました桜井とあの猛烈トラベルということで、現在大阪難波駅、大阪梅田駅阪急線のところに来ております。これから阪急大レースの方を参加していきたいと思います。阪急大レースですね。毎時0分10分20分30分40分50分には京都線の特急、阪神線の神戸線の特急、宝塚線の急行列車が同時刻に発車していきます。このね様子がかなり壮観ですので、ね、これにね、まあ、これも関西名物と言ってもいいぐらいなんですよ。でこの後この梅田駅ね、すごい先頭がね並ぶと綺麗なんですけど、あのですね、あの今18時ね、今8分なんですよ。もうすぐ列車出発しちゃうんですよ、この列車で。僕この列車乗らないと終わりなんで、あのこの列車に乗って京都河原町に乗って、とりあえず次の重曹までね乗っていきたいと思います。あ、ちょっとだけね信号が青いな、あ、これ混んでんな、まあいっか、まあ、先頭ちょっと入れさせてもらおう。あ、空いていく、あ、でも優先席か、優先席がね、ちょっとねマナー的な問題もあるから、まあ、これですね、こんな感じとなっております。これ神戸線で、奥宝塚線で、さらに一番奥が神戸線ということになっております。いや、これに超綺麗なんですよ、この統一感があってね。なんで言ってるうちにもう発車になってしまうので乗っていきましょう。お待たせいたしました、特急京都河原町駅発車いたします。扉は閉まります、ご注意ください。ありがとうございます。この電車は特急京都河原町駅です。京都河原町終点は18時54分6時54分に到着します。Station number HK3. The next
watch your step when you leave the train. Please exit from the left side. はい、ということで十三駅到着いたしました。今回は神戸線が1着、2着が宝塚線、3着が京都線で結果になりました。いや、京都線ね、結構いい差しだったんですけど、最後ね、だれて抜かれました。ということで、先に宝塚線の急行列車発車していきます。もう神戸線はね、ここからだと見えることができません。あ、ちょっとだけ見えんな、奥に。あ、もう出てってますね、多分。あ、出てってる、ちょっと上かなって感じぐらいです。この動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。